横線と上野東京ライン、高崎線、宇都宮線、直通運転中止についてお知らせいたします。東海道線内での線路内人たちの影響で、現在大幅な遅れが発生しております。そのため、東海道線と高崎線、宇都宮線は直通運転を中止しております。東海道線は東京駅での折り返し運転、高崎線と宇都宮線は上野駅での折り返し運転を行っております。東海道線は一部柏川線が欠航となっております。ご利用のお客様は近くの電光掲示板でお確認の上ご乗車ください。また高崎線と宇都宮線をご利用のお客様は山手線、京浜東北線をご利用いただき上野駅にてお迎えください。東京メトロ全線など
線と宇都宮線をご利用のお客様は、山手線、京浜東北線をご利用いただき、上野駅へお乗り換えください。東京メトロ全線などを含む快速線の乗り換え乗車を行っております。東海道線、江ノ東京ライン、川崎線、宇都宮線、ご利用のお客様には、大変ご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございません。上野駅に
てお控えください。東京メトロ全線など各会社制の乗り換え乗車を行っております。東海道線、上野東京ライン、岡崎線、宇都宮線、ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。
Thank you.